はい。20秒です。はい。ここ落ちられるかな。落ちられる？ん？大丈夫ない？大丈夫。音が大きい。3秒前。はい。Yes, this is 1 of inbound 3 miles for now. 1 9 left wing 2 4 at 1 3 clear of takeoff 1 9 right. Careful takeoff 1 9 right. Yes, this is 1 1 4.Yeah, take off. Take off. 6-9, bus 3-7, going to dispatch 1 and right, wind 2, 4, drop 1, 2, cross in from right. Slastre, 18, checks. 今日何話す? We... 何話す? 1v1. We are... We... We are... 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 We are...みなさんこんばんは。今夜も数あるラジオ番組から FM キノワ飛行機アイランドをお選びいただき誠にありがとうございます。当番組はかりゆしエア提供による航空系情報エンタメ番組です。今夜の41便のフライトアテンダントは私近藤とアシスタントの鈴とミキサーの翔也です。はい、今夜のフライトはですね、まあ、フリートークしながら、飛行機の音当てクイズみたいなのをちょっとやってみようかなと思ってます、うん、まあ、はい、ラジオらしいぽいね、企画かなと思ってますが、なんだろう、忙しくて全然あんまりね、作れてないんだよ、出題の用の問題の音を、うん、どうするの。本当はもっと作ったかったんだけど、なんか、ね、いくつかはあるわけね。意外となんか当てられそうな気もして、いう感じですね、はい、まあなんとかなるさみたいなですね、はい、ただいまの宜野湾市の天候は晴れ、気温は29度との報告を受けております。わずかなひとときではございますが、今夜も飛行機空の話をお楽しみください。飛行機アイランドではご搭乗のお客様から番組へのメールやツイキャスへのコメントを受け付けております。宛先はアイランドアットマーク fmginowan.com、 アイランドアットマーク fmginowan.com です。飛行機アイランドは空撮をもっと身近に、かりゆしエア、飛行機ファンが集まるお店那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りします。はい、うん、なんだろう、本当にね、ここ最近ちょっとバタバタいろいろ忙しくて、うん、うん、まあ、このカリウシエアの方でいろいろとね、準備してて、本当だったらもうちょっと今日の番組の音のネタも資料を、うん、てか、まあ、本当だったらもう昨日ぐらいから用意しとけっていう話なんだけどね、うんうんうん、なかなかね、ちょっとラジオ CM の収録しておりまして、時間がなくて、ね、遅くなっちゃいましたけど、うん、本当は那覇空港とか普天間とか嘉手納とか行って直接ね、もう一回再収録してこようかなと思った、うんうん、音を、カメラで、だけどちょっとなかったから、今まで過去に自分が撮った動画をその編集して YouTube、 YouTube にアップしてるやつからもう一回ダウンロードして、うん、で音だけ切り出したみたいなことやってた、ギリギリで、はい、感じですね。はい、じゃあ、 まずはいつものあれですね、航空ニュースアクセスランキングから行ってみましょうね。うん、では今週の、航空ニュースアクセスランキング、フライチームさんからです。1位、ボーイング ANA 塗装の、787-9 で急上昇や急旋回、展示飛行の訓練動画ということで、ボーイングは2016年7月7日、ファンボローエアショーで展示飛行する全日空、塗装の 787-9 を使った訓練飛行を YouTube で公開しましたと、うん、普通旅客機ってさ、うんうんうん、まあ、空港で、
まあ、中も 人乗ってるから、うん、そんなにこう戦闘機みたいな動きとかしないけど、うん、たまに航空ショーとかで、そういった急上昇急旋回とかみたいなことをねするみたい で最近海外であった航空ショーでエアショーで、全日空の ANA の塗装をした、うん、ボーイング787、はい、が、まあ、そういった、まあ、軌道飛行って言ったらいいのかな、うん、急上昇や急旋回とかなかなかね、をやったという。中には人は乗ってないよね。もちろん、うん、パイロットぐらいしか乗ったら大変だもんね、うん、いや大変ではないと思う。シートベルトしとけば大丈夫と、うん、でも気持ち悪くなりそうじゃん。いや乗ってみたい。そんなことない。乗ってみたら分かんない。どうだろうね、うんうんうん、ちなみに何だろう、あ乗ってるか大丈夫ね、うんうん、航空ニュースアクセスランキングの、はい、で2位、羽田に飛来の、エドフォースワンワールドツアー終了で塗装剥離へ、オルガドニエプルグループは2016年7月7日イギリスのヘビメタルバンドアイアンメイデーのワールドツアーで使用された 777-400 のみたいな感じで、ここから先記事が消えちゃったんですけど要はないじゃん。何回か紹介したうんうん、ヘビメタルバンドのアイアンメイデー専用機、うんうん、アイアンメイデーね、うん、ドクロのやつ、うん、あるであれが世界ツアー終了したから、うん、まあ、多分その塗装剥がしましたよってことらしいですね。それがニュースになるんだね。うん、まあ、ていうかこれ俺今知ったのが、うん、ウォルガドニエプルって言ってこれ確かウクライナかどっかの航空会社だったような気がするんだけど、うんうん、でなんかチャーター の貨物機とか飛ばしてる会社、うん、だったような気がする。でここがやってたんだっていうの、ね、うん、その剥がした塗装を剥がした飛行機はそこで使われるの、まあ、それは分かんない。あまたどっか、うん、別のどこで再利用っていうかウォルガドニエプルが持ってるのかどうかは知らないけど、うん、あそうなんだ、うんうん、はい、3位、エアバスがボーイングに対して言いたいたった一つのことっていうなんか動画がなんかこれが3位に上がってるんですね、うん、エアバスといえば、民間機ではボーイングと、まあ、ボーイングとのライバル企業あるね、うんうんうん、で、なんかそれがボーイングに対して言いたいたった一つのことみたいな動画が上がってて、俺もYouTube? YouTube とかエアバスがそういうの作ってたんだよ。あそうなんだ、うん、で俺も何なのかなって見てて、うん、あなんか英語ばっかりじゃんと思って日本語訳はないんだ。だけど一人なんか日本人が出てきた。へー、まあ、多分エアバスの日本の人だと思うんだけど、まあ、それずっと見てて、うんうん、何が言いたいのかなってこうワクワクしながら見てたんだけど、うん、途中からなんかコングレーションとか言ってて、うん、なんだって思ったら、今日が、ボーイング の誕生100周年、うん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 、の年で、まあ、今日がまあ誕生日的な日らしいんだよね、うん、でそれでお祝いおめでとうっていうの。あの言葉なんだ。そう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 。あそうなんだ。なんか期待してワクワクしながら見てたのに何を言うんだろうみたいな、ね、ライバルに対して。すごい大事なことか。ね、そう誕生日おめでとうかよって。まあそれはそれでなんかいいなみたいな。そうだね、うん。もうちょっと派手にやるわけじゃないんだね。いや派手、うん、だからなんかねこう、まあ、中二じゃないけど、うんうん、お前ら倒すぜみたいなとかでも面白い。ちょっと対抗的な。そう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 。うん、まあ。ライバル社じゃないけどね、うん、ほらですね、似たりよって会社だからね、うん、感じですね、はい、ツイキャスで、FI さんからロシアの航空会社で、アントノフ1人を持っていますね、ウォルガドニエプル航空、うんうん、あロシアだウクライナじゃないですね、ロシアですね、ロシアなのね、はい、でアントノフっていう、うん、まあ、向こうの、はい、輸送機とかいろいろ持ってて結構ね日本もチャーターで使ってる会社ですね。ああそうなんですか。日本なんか海外の震災のとかで、うんうんうん、あそこ のチャーターとか、うん、使って海外 の被災地に物資運んだりとか、うんうんうん、っていうのをしたりとかしてたような気がする、うんうん、ちょっと覚えてない、うろ覚えだからごめんなさい、うん、キックス、局長さんからこれはTFAAK か、あエドフォースワンのフォースワン、うん、はアトランタ所有なのになんでオルガのハンガーで剥がすのかなって感じです。ああそう、あオルガの所有じゃないんだ、別のとこで剥がしたんだ、単純に剥がす作業だけをそこに依頼したのかなみたいな、貼ったところで剥がすわけじゃないんだね。あ貼ったところはどっか分かんない。ああそうなんだ、そこまではちょっと書いてない
書いてないとか、まあ、これには、ね、載ってないんだね、冒頭だけだから、うんうんうん、記事全部読んだらもしかしたら書いてあるのかもしれない、うん、ですね、はい、あ、FIさんが普天間にたまにヘリ搬入できませんかという、うん、一回、一昨年見たことあります、アントノフがあの普天間基地にあの海兵隊のヘリを、ね、持ってくるんだよ、うんうんうん、でも最近見ないね、最近見ない、当たり前な感じだね会話がいや、なんだろう、あそこの普天間基地にいるヘリコプター、うん、あの結構、たまにこう交換というか新しいやつとか持ってきたりするんだけど、住んでるの、近くに、いや住んでたじゃん近くに、ちょっと前まで、まあ、近いけどそうそう、で、あの輸送機の中にヘリ積んでそれがこう詳しいね、出てくるの、いや覗いてたの、覗き魔、盗撮だ、盗撮してた変態だえ今頃気がついた別に今頃じゃないけどね、もともと知ってたけど言わなかっただけで小さい、小さいな今日なんだろうはい、まあ置いといて、はい、置いときます、はい、4位、エミレーツ客室乗務員剛速球でドジャースタジアム沸かす、これなんか1回見たような気がするんだけどな、まあいいや、5位、KLM10 月末から、アムステルダムセントマーチン島で直行便を運行って、おあのセントマーチンってあのほら滑走路が非常にあのビーチに近い島なんだけど、うん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 、何ニヤニヤしてるの、あすごい行きたいなと思ってあでなんかそこへの直行便がなんか今までなかったのかな、うんうん、直行便ができたんだ、てかね日本から直行便が出てほしいけど、まあね、そっちの方が一番いいよね、行く人いないだろうないるはずよ、まあ、でも直行便じゃなくてもいいからもうちょっと行きやすくなってほしいような気がする、そうだ、ね、今セントマーチンなんか結構大変だったような気がしなくも、すいませんねうろ覚えばっかりじゃない、はい6位、78年搭載する最新のトレント、いいや7位、ジェットスタージャパン7月9日の、JJP502 便が重大インシデントに、そんなことがあったんですね、国土交通省航空局は2016年7月12日ジェットスタージャパンが7月9日に運航した福岡発、成田着 JJP502 便について重大インシデントに認定しました、何かあったのジェットスタージャパン、意味が分からん、重大インシデント、まあ、なんか事故が起こるぐらいの重大な何かをなんか危ないことが何か起こったよみたいな、うんうん、っていうことなんだけど何があったんだろう ね、まあ、そこからなんかそんなニュースもあニュースになるような問題じゃないんだ、じゃいやなんかあったのかも、うん、そうなんだ、あったっけ分かんないあったっけって言ってここ最近なんか飛行機のことでニュースはあまりないような気がしたんですけど、私的にこれちょっとリスナーさんからもしかしたら後から出てくるかもね、ねえ、はい、知ってる方、8位、ブリティッシュエアウェイズ成田ロンドン線で787ダッシュ内の運航を開始、うん、9位、バージンアトランティック A350、を導入へということですね、流したね流した後半今日なんか気持ちが入ってないんじゃない、いつものニュースと違うような、いやそんなことないよ、本当にいやあの気持ちが入ってる、いや結構ね飛行機 あの音当てはね気合が、あそこに気合入れてニュース入ってないじゃん、うん、なんか流すような感じじゃなかった、翔也君気合が入るようなニュースがないやそう多分いつもとちょっとジャンルが違う感じが、うん、違うから、そう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 、うん、あそうなんだ、なんかもなんすかね、あまりヒットしなかったんだろうね今回のニュースがね、そうそう、あのそうなんだろう一応情報番組と言いながらこのまあニュースを読むのも、うん、あの自分の心にヒットしたものだったらこうね、うん、自分の心にヒット差があるだろう多分スーちゃんと自分は大体同じように、うんうん、変わらんよ、ね、感覚的にはまあね、はい、うん、なるべくなんでだから多分違うかもしれない、変わりすぎだよはい、はい、まあその中であの、うん、ちょっとこれに載ってないあのニュースの中で今週ちょっと、ね、あの気になったとかも面白いなと思ったのが、これですね、国産ジェットの MRJ の整備は沖縄で、三菱航空機の地域パートナーに、MRO ジャパンっていうなんかこういう記事がありまして、国産初のジェット旅客機 MRJ の開発を進める三菱航空機は、13日までに MRJ の整備や修理分解点検を担うアジア地域パートナーに、MRO ジャパンをに選定したと。でこれがあの那覇市の会社ですね。で MRJ を購入した航空会社などが、整備を外部委託する際に三菱側が推奨する整備事業者として、北米2社とともに、協業に向けた基本合意に立った
ということですね。まあ、簡単に言えば国産の初の国産初のジェット旅客機の MRJ の整備は沖縄でやるよと、うんうんうん、今までは日本というか沖縄も関係してなかったんでしょ。全然関係日本も関係してなかった、うん、あいやだからそもそもまだこれから今開発中だから、うん、で開発してでいろんな航空会社に買ってもらうでしょ。で買ってもらったらやっぱメンテナンスしないといけないんだけど、うんうんうん、そのメンテナンスをする会社をまあ、今から立ち上げるんだけど、それが沖縄の会社ってこと。うーん、だから、まあ、沖縄に作ったっていう感じ、うんうん、そういう整備の会社っていうことですね。でもないと大変だよね。あでもね、あでこの MR ジャあごめんなさい全然大嘘言ってた、この MR ジャパンで会社自体は大阪の伊丹空港で事業を行ってる。あやってるんだ。もともと2017年の下期にも那覇空港に拠点を移転して事業を展開するという、ね、あじゃあもともと発祥じゃないけど、はい、大阪にはあっての沖縄にできたってだけで、そうですね、うんうん、リスナーさんに突っ込まれました、局長さん反応してしまいました。今は伊丹にありますねって。昨日はエアドゥの JA602A がフェリーされましたねって。はい、すいませんリスナー皆様、大嘘つきました今日は心がいやいやごめんなさい、ちょっとね よくね人に対して問題ないよ、記事のタイトルだけで判断、うん、わかるわかる、中身を見ないって言ってたけど、うんうんうん、俺はさっき記事の冒頭までしか見てなかった、うん、あるよ、ね、全部読めってことですね、うん、まあでもね沖縄にとってはいい話なんじゃないの、うん、雇用も税収もね、うん、あるしということでです。そういうことですよ。ちっちゃいよ。そういうことですよね、はい、交換音ちっちゃい。で、空運1号さんからさっきのジェットスタージャパンのインシデントですね、7月9日8時50分福岡空港離陸し飛行中、上記場所付近において機長席及び操縦席の速度計の指示が一時的に不安定になり回復し成田に着陸。でそんなことがあったんだですね。あ、与那嶺さんからも同じ情報が与那嶺さん、うんうん、そう言っちゃったよ。速度計が何か異常表示だったんじゃなかったでしたっけってことで、そうなんだ、ね、知らんかった、うん、ね、はい。でもう一個がですね、うん、これ面白いと思ったのが飛行機がハイブリッドになる、電気で飛べば CO2 も騒音も少ないということで、うん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 、まあ、単純にただ電気だけ飛ぶのかなと思ったら記事読んでたら普通にハイブリッド自動車、うんうん、トヨタだったら、ね、アクアとかプリウスとか、うんうん、あるね、まあ、他のメーカーでも作ってるじゃないですか、はいはい、それをもう本当飛行機でやってる、うんうん、なんか普通モーターと、エンジン両方積んでてモーターでも飛ぶよみたいな、うん、両方でもいけるんでしょ。そう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 、うんうん、これ結構でいいね。まあ、そのモーターで飛ぶ時のメリットが騒音が少ない、うんうんうん、で、まあ、CO2 排出が少ない、ね、エコですね、エコ。そうそうそう、うん、確かにハイブリッド今までなかったの。なかった、こんな飛行機なかった。そうなんだ、車は出てたけど、うん、飛行機はなかったんだ。まあそんな感じで飛行機でもハイブリッドやってるっていうことですね。もうちょっと早いかと思ってたけどね。ちなみにハイブリッド、あ、モーターだけだったら連続で飛べるのは10分間です。でもハイブリッド自動車もそんなもんよ。そんなもん、うん、だってたまに本当モーターじゃないEV モードっていうのがあって、要は電気自動車、うん、電気だけで走るの、うんうんうん、あれそうだね、あんまり持たないもん。どんどん電池バッテリーが減っていく。あんま持たないんだね。バッテリーがどんどん減っていって、バッテリー減ったら強制的にエンジンになる、うんうん、切り替わるんだよね。そうそうそう、うん、まあまだまだそんなもんだよね。うん、まあ、でもこれはね結構面白いかな、このハイブリッド飛行機は、うん、乗りたいねですね。はい、じゃあどうしようかな、一旦 CM に行きましょうね。はい、あそこで なんか、うん、あ、そうね、 EV モード、うーん、乗ったことない、乗ってみたい、アクアとか結構静かです、ね、うん、タクシーでは乗ったことあるよ、うん、運転してみたいよね。あ、後ろに乗るんじゃなくて、うん、今度スイミングだよね。スイミングだよね、アクアとか、うん、今度借りればいいじゃん。借りればいい
あれでも最初はそうなの？そう、アクア。あれアクアだった。うん。でも最初エンジンかけたら本当ね、あの音がしないから分からなかった。あれ？でも意外ああいう車が危ないよ。危ないね。うん。それはまあ。ATIS information Charlie. Wind 3305. Visibility more than 10 kilometers. お聞きの番組は FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。番組ではお客様からのメッセージを受け付けています。宛先は island@fmginowan.com です。はい、本日のテーマというか、まあ、ちょっとお遊びとして飛行機音当てクイズっていうのを、やってみようかなということで、まあ、早速ちょっとなんかいろいろね、うん、やってみようかなと思うんだけど、その前に結構ね、実は同じ飛行機とか機種でもちょっと音が違ったりするんだよね、うん、例えばボーイングの777っていう飛行機あるんだけど、大型機、うんうんうん、あれでも JAL と ANA で音が違うんだよ。へ、若干ね、若干、うん、分からんね、あれがね、それ積んでるエンジンが違う、うん、っていうことで、エンジンの音ってさ、ちなみに、うん、なんか乗ってる人の数だったり、うん、乗ってる重さ、結局、うん、容量によってまた変わったりもするの？ああ、それは大きさとかが変わってくるかもしれない、やっぱり、あ、飛行機の大きさね。あ、それで本当は今日要は同じ例えば777でも、うん、ANA と JAL と2つこう用意しようかなと思ったけどね、そこまで時間がなかったから、うんうん、まあそこまでねちょっと難しくても、だって俺自分で作ってて、あ、これ分からんなと思ってたもん。感じ、ね、でも分かる人いるんだもんね、うん、いるんじゃない、うん、最初の時なんか音で分かるっていう人も、うん、ですね、うん、じゃあ、早速、1問目いってみましょうね。2回目なんでしょうか。わかるかな今の。さあリスナー、あ、そっか、まあ、10秒ぐらいね、これちょっと比較はしないんだ。ん、比較しないの？いや、もう一発だけ聞いて、みたいな。あ、そろそろなんか皆さん答えが出る。ツイキャスで聞いておられる方は10秒ぐらいねちょっと差があるから、うん、答えが出てくるのもそれぐらいかかるだろうけど、さあ皆さんどうでしょう。だからね、自分も実は全部分かってないというか、うん、とりあえずさっき適当にランダムに並べ直して、うんうんうん、多分最初1問目は覚えてる、うん、ファミコンさんから難易度マックス、うん、いや多分分かんないと思う。私考えようと思ってたけど、うん、聞いてて眠たくなったなんか意外に居心地がいいなと思っておお、あ、まこちさんから A320 の CFM56 来ましたね。すごいな。FI さんは、トリプルで、ケインさんが、767かなって来てますね。実はこの中に正解ありますね、一つ。さあ誰だろう、正解が、一つということで、翔也君これ正解はってあ空軍一号さんから B、 待てよ、トリプル半月さん、ピーチって飛行機じゃないから言っていいですか、うん、正解は ANA の763、うん、まあ、767のダッシュ300だね。あっていう、まあ、767の、まあでもそんなに変わらないと思うけど、すごいですね。じゃあ、うん、正解してますね。人、はい、人、どこにいる1名、アルファケインさん、767の G、まあ、G エンジンかどうかまでちょっと俺もそこまで覚えてないけど、うん、去年ぐらい撮ったやつかな。
767の、モヒカンジェットだった時のやつ。まあ、コーチさんさ、あ、なんとか CA6 カーっていうさ、分からんよね、私たち。エンジンの名前さ。何個かあるんですか、このエンジンの種類は。うん、うん、ある。あ、てか、ま、同じなものでも、読み方が何種類か。うん、あ、そこまで。というか、まずメーカーがね、3社ぐらい。うん、GE と、プラット&ホイットニーと、あと、ロールス・ロイス。ケインさん、すげえ。自宅の近く、ね、近くが空港で開ける音いいね。なるほどですね。寝れるね。うるさくはないかもしれん。じゃあ次行ってみましょう。うん、あ、これは俺は分かった、うん、っていうか、まあ自分で ある程度配置したから最初ら辺まで覚えてる。うん、ヘリ、もう一回ちょっと流して、はい、ヘリコプターみたい、うん、あ、ヘリなんだ。まこっちさん分かったんだ。さあ、正解は、正解はというか、まあ、もうちょっとね、皆さんの入力を待って。すごいな、みんな。んでも当てたっけ、俺。自分で配置した答えが分からなかったけど、多分この3人だと、うん、裕次郎さんだけだよね、多分ね。おお、これは多分ハイエンさん、ヘリコプター、そこまで合ってるね。確かに合ってる。うん、ヘリコプターまでは合ってる。うん、じゃあ、正解は、正解は、うん、CH47 です。おお、なんかもう全員正解やね。今答え変えてくれてる人すげえな。チヌークは、あ、CH47 のことのチヌークっていう。そうそうそう。これはすごい。次行きましょうかね。次、はい。わかるかな、これ。これわかるかな。あ、ヒントはまだ岩間。ヒントはまだ岩間。あ、いや、言ってもいいのか。言ってもいいのか。岩間ない。あ、ごめん、広島弁だった今の。あ、そうなの。うん、多分沖縄の人だったら聞いたことが、頻繁に聞いたことがある。あ、これもうこれだけで多分わかるね。戦闘機？違うな。戦闘機じゃないな。沖縄の人なら聞いたことがあるって。あ、あれだ。ん？あれじゃない、よくあれかも、ね、見るやつでしょ。 あれかもね、うん、あれでしょ。そう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 、大変なやつだね。大変なやつ、まあ、うん、ある意味大変な、ある意味ね、うん、ある意味大変なやつ、うん、あら、これはでも、もう一回ちょっと流してみて。はい、うん、あ、何でしょう、あれで当たってるの。ん、いや、今のところ正解がない。あ、ない、多分うん、多分正解ないはず、うん、ないよね。あ、そうなんだ、うん、オスプレイじゃないの。あ、そうだよ、だよね、うん、あ、答え、うん、その通り、その通り、言おった。いや、すずちゃん正解。いや、これはちょっと、うん、これに関してはリスナーさんからはちょっと正解なかったですけど、はい、うん、よく聞くからね。いや、よく聞くから、なんとなく。うん、オスプレイを借りような気が。ファミコンさんからやっぱ無理って。そうです、先ほどのはオスプレイの固定翼モード、こう、ローターをこう前に向けて、いや、普通に飛行機で飛んでる時の音。ケインさん受けるよ。メスプレイ、メスプレイ。お次行ってみましょうね。メスプレイ。なんか軽そうだね、うん、うん、でも、さあ、何でしょう、小型機っぽい感じが、音が、うん、もう一回流そうか、もう一回、うん、はい。
まあこれもちょっとヒントを言うと、多分本土の人はあまり聞かないかな。これも沖縄で聞くの？沖縄で聞くの。小型機もしかして？あ、ケインさんから。ああ、さすがにこれはちょっと難しいかな、こうなると。うん。これはちょっと難しかったかもしれないです。これもあれだよね。実はさっき流したやつと同じ機種。機種のヘリタイプ。うん、何プレイ？オスプレイ。何プレイの？オスプレイの、ヘリモードの時の。へえ。上に向けてる時の音。だから普通のヘリとあんまし変わらん。名前はオスプレイなんだ。オスプレイで。そっか、残念、うん、メスプレイじゃなかったね。なごめん、なんで乗っかってメスプレイにどう突っ込んでいいか、俺ちょっとごめん、そこにね頭が回らなかったのよ。どう突っ込もうかなって。何プレイでもいいじゃん。オスプレイだったらみんな結構突っ込んでる。反映したから。いや、ヘリマークやって涙流したよね。ヘリだね、音はヘリみたいだね。いや、まあヘリだからね、ヘリモードだから。そのまんまじゃん。すいません、あの本土の皆さんも、まあ、なかなか聞いたことがない。うん、うん、まあね、こっちはねもうしょっちゅう聞くけど。よし、じゃあ次行ってみましょうかね。はい、ラジコン。ラジコンときたか。ラジコンじゃないこれ。自分は草刈り機っぽかったっすね。まあ、一応ヒントとして、ヒントとして、つい、まあ、つい最近でもないか。去年まで、沖縄の離島便に使われてた飛行機です。へえ、うん。宮古とか久米島、石垣とか飛んでたやつか。いや、そんな、メジャーな、メジャーな島って言ったらあれだ。あ、ちょっと待てよ待てよ待てよ。あ、ちょっと流してみて。おお。あ、でも今リスナーさん、ツイキャスで聞いておられるリスナーさんの中に正解が、2名いますね。でかいラジコンにしか聞こえない。でかいラジコン。正解は、はい、はい、正解は BN2 の2のアイランダーです。はい。そうですね。まあ、ツインオあ、そうか、ツインオたちが、ごめん、正解2名じゃなかった。正解1名でしたね。まこっちさん。草刈り機って。一緒だ。まあ、でもそう聞こえないこともね、ないかもね。お次お次お次、うん、戦闘機だ。まあね、これも戦闘機でしょ。これこれは多分みんな分かる、うん、ね、うん、確実に戦闘機、なんか飛ばすやつでしょ。もう一回もう一回。これはもうね、さすが、これはさすが皆さん。ほらほらだよね。早い、うん、あれじゃん、ショーとかでやってるやつでしょ。そうショーで使ってるやつでしょ、うん、飛行機、うん、同じ音がする、うんうん、F15。 おー、さすが、元パイロットの方、正解。うん、私も当たったかもよ。ということで、はい、正解は F15 です。はい、那覇空港に出てきました。意外に分かったね。ですね、うん、すごい。オスプレイと F15 ぐらいだ。タヌ先生が聞いてたっていうのが。はい、皆さん正解でした。じゃあ次行ってみようね。ジャルかアナジャン。いや、これね、ごめんなさい、雨の中で撮ったやつで、うん、多分ね、なんだっけ、これ、
正解あんのかな。旅客機じゃないの？俺も忘れた。この辺から覚えてない。普通のあれボーイングとかじゃないの？だっけ、そうだっけ。じゃない？そうだっかな。うん、何何？正解は？正解は CA の A 340。おおって、ちょっと待ってよ。みんなどうなの？で何？あ、それって何？どこで使われてるの？エアバス社の A340 っていう4、うん、エンジン4つの旅客機があるんだけど、うん、でそれのチャイナエアラインが使ってたやつ、 あれ那覇空港で撮ったやつね、さっきの。うーん、なんかでもあれ雨の音がしたような気がしたんだけど、さっき雨降ってたんじゃん、うん、というわけで、とりあえず皆さん正解は、あ、だまこちさんから CFM56 ですねって、 A320 の人たちは惜しい感じでしょうかということですね。これあれ人が乗るやつ？うん、もちろん。あ、だよね。なんかチャイナエアラインだもんね。あ、じゃあよかった、うん。それが当たればいいや。細かいところは分かんないけど。なるほどね。うん、よし、じゃあ次行ってみましょうね。これは多分ね、結構分かる人多い気がする、みんな。多分もう一回言ってみよう、うん、大きいやつ、ジャンボなやつ、あの皆さん、あのエンジン名じゃなくて機種名でいきましょうって細かい、せめてもっと分かりやすい言葉でマニアックすぎる、うん、自分もよく分からなくなりました、うん、人が乗ってるやつだ、これも、まあ、もちろん そこはね、それはもちろん当たった、人が乗ってるやつ穴と、穴とかじゃある、どっち、あ、待って、どっちだっけ、これ、これは C17。 え C17、はい、そうなの、あ、ごめんなさい、何、ごめん、俺トリプルセブンかと思ってた、俺も、C17だそうです皆さん、はい、それもそうで、みんな、ま、トリプルセブンと、自分もトリプルセブンと思ってましたけど、うん、C17 グローブマスターです、確か普天間基地に、ですね、うん、だね、トリプル A 違う、C17 っていうさ、米軍の輸送機がでかいやつがおるんだけど、うん、そいつの、あ、そうなんだ、うん、最近トリプル A にはハマってるけど、トリプル、これは何、うん、言って、トリプル何、あ、さっきの、うん、あ、さっきのグローブマスター、グローブマスター関係ない、うん、トリプルなんとかって言わんかった、トリプルセブンね、あ、トリプルセブン、ボーイングのトリプルセブンで飛行機あるんだけど、うんうん、俺もそれと勘違いしてた、あ、 A じゃなかったかでこれはさっきの、さっきの音は、C17 グローブマスターでした、うん、ということで、ね、お次行きましょう、さっきと似てない、ちょっと待って、今自分で聞いて思ったけど2つ音が混じってないかな、なんかちょっとあれですね、うん、もう一回、うん、なんなら飛ばしてもいいけどさかぶってたんだ音が、ね、それかちょっとレンダリングが確かに、答え出しちゃおう、なんてなってる、 C1、 あ、です C1 ね、はい、でも なんで途中で音がなんか切れてんだろうね、なんですかね、うん、俺がもしかしてあれかな、静寂者の、うん、責任で
ごめんなさい。社の責任です。ちょっとで、ごめんなさい。いや、それだってその動画ダウンロードしてきて、音だけこう切り出してってことで、そうです。ね、あ、混じってるのわかる。検査 C1 って。すげえ。すごいね。ね、まこちさんのあのエンジンは C1 のエンジンを、C1 のエンジンなのかな。だったような気がするんだけど。うん、はい、あの先ほどのはあの C1 の、離陸本でした。ですげえな。すごいですね。うん、ではお次行きましょうね。うん、まあ、こっちさん早い早いお皆さん早いね今度は。そう、確か、うん、ここまで来たら、今度こそ、そうですね、まこちさんの通り、トリプルセブンですね。エンジンまではすいません分かりません局長さん、 うん、答えは確かトリプルだったはず。なんと、え、JALの773、うん、じゃあ、トリプルのシリーズ、トリプルセブンのダッシュ300で773って書いてたってことなの、うん、っていうことでした。はい、トリプルセブンで、おじゃで JAL のね、はい、うん、JAL ね、だからそう、あの JAL っぽい、最初にちょっと言ったように ANA と JAL でその使ってるエンジン違うからさ、 JAL っぽい、今の JAL っぽいの響いてJAL っぽいよ、ということで、なんかしっかりしてるわ音がじゃ あの ANA の音はどんな音なの、分かんない、 ANA 流してみて、まあ、次行こう、次、はい、ANA これ ANA じゃない、答え出てそう、皆さん、半月さん、スカイマックって何空飛ぶマック、お腹すいたスカイマックマックだから、スカイマックだとあれだよ、機種じゃねえしああ、この辺はちょっと分かるかな、答えこれなんでしょう、NCA の747です、あ747ジャンボね、ジャンボ、あ、はい、ジャンボっぽい、適当適当、さすがスーちゃん、ジャンボっぽいよこれ、 お次行ってみましょうか、うん、行こう行こう、うん、終わりです、あ、でもまだ次のページがあるさ、うん、次のページ、うん、あ、でも局長さんからあの747になって正解出て、うん、お次のジャンボジャンボ、うん、あ、うん、じゃあ行きます、はい、何これあ、これは難しいぞ、ミキサーこれは難しいぞ、いや違う違う、調子の悪い掃除機これは難しいこれね、ちょっと待って、あのね、もう一回これと多分もう一つこれの別の音があるでしょう、はい、うん、それ二つ流してみて同時に、あ、いや同時じゃなくてこれ、はい、うん、であと一個、そうそうそう、と、もう一個前のやつね、はい、分かった、私これ当たるわ、
ッケーオッケー、ありえん、びっくり、うちの家の掃除機でしょまあね、回転する音だ、ね、似たような匂いがする、音がするんだけど、ひどいね、いつ撮影したのいや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 、やっぱ掃除機だ、ね、じゃあ正解ということで、うちの家の掃除機だ、違うか、きた、マジで、まあ、ヒントを言えば、うん、なんだろう、まあ、日本のね、あの とあるね、あの飛行機作ってなかったメーカーが作ってる飛行機、うん、絶対嘘だ、いや本当、ほら私んちの掃除機ですけどなかなか激しい回転数だ全部吸い取られる、いやでもちょあのていうかじゃあすずちゃんちの掃除機さ持ってきて2つぐらいこう飛行あのつけたら飛べるんじゃないの、あいいかもしれないですねということで、はい、まあ、皆さん答えは掃除機もしくは T4 って来てるけど、先ほどのは当たりです、ホンダジェットです、はい、あのホンダジェットのそのまあ、あの地上にいて、うん、こうエンジンぐわーっと回転させるときとあと離陸していくときの音、うん、かっこよく言うよね、だったはず言うけど、うちの掃除機では確実に、うん、なってないんだもん昨日から、知らねえし。やばいね、あでもね、掃除機の音とかもね、録音してもよかったかなと思って。そうだよ、うん。ということで、お次行こう。うん、なんか次回はそうしよう。いろんな音取ってさ、いろんな音混ぜよ。関係ない、まあ。掃除機も。まあ、OK。なんと今ので終わりです。うん、終わりです。終了です。他になかったっけ？多分ね、ほら、すでに出した機種の別の音があったはず。そうだ、なかったっけ、なんか別の、じゃあ、うん、口で裕次郎さんが表現をした、いやそれはできないの、口で表現はできないの、いや流しよった、じゃあ翔也くん口でやってみますか、あ本当だ本当だ、あれがない、いないだろうね。CM の後に車が CM で。じゃあ一旦 CM 行きましょうね。はい、オスプレイが着陸する時の音ね、確か入れてたはずなんだけど、すいませんありませんでした。うん、はい、ということで、はい、じゃあ一旦 CM 行きまーす。はーい、あ。掃除機。明らかに掃除機だってあれね。草刈り機か掃除機、今日は草刈り機と掃除機の特集ですよ、ね、かなんかすごい嫌な予感したんだよないや盗まれたよね、やばい、次こそ捕まえてやると思って、出演料取らんとすんちゃんの草刈りがなくしてたかいや、シェアの庭の草刈りがなんかまだいいっていう、ね、ちょっと俺んちのもなくなってるからねもしかしたら裕次郎さん持ってかれてる、ね、いや、翔也くんの字がやられるね、え、マジか、やばい、皆さん気をつけてください、うちのラジコンが返せる次、5秒前ですお聞きの番組は FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです、はい、なんか、ツイキャスで聞いておられるリスナーの皆さん、なんか、掃除機に異常に反応が、まあ、ホンダジェットはねさすがになかなか聞いたことがだってある人、反応良かったってことはそういう風に聞こえたってことでしょ、うん、まあね、多分でしょ、多分そうだよね、そう、ちょっとせっかくだからなんかもう一問これちょっとやりたいんだけどね、このままで流れるかな、それかこっから出るんだっけ、もしくはこの私たちのマイクから、俺の前から、うんうん、ちょっとやってみようね、ちょっと一問いきますね、ちょっと BGM をちょっと下げてみて、
分かった私。いや分かった、いや、うん、あなた見てるしここで画面違う、分かった、いい先に答えて。いや待って待って、あの一応リスナーさんの、はい、お草刈り機大量の鉢ってきた、うん、さあ言いたい言いたい言って言って言って、大量のハエが重なってめっちゃ一生懸命飛んでる感じがした今なんかめっちゃなんかハエっていうか、わかる、虫だね、ハンエイチさんが言ってる感じ、蜂みたいな、皆さんからあの草刈り機大量の蜂、ドローン、芝刈り機芝刈り機、カメラドローン、ドローン、蜂じゃない、で鈴ちゃんからは、はい、あの大量のハエ、はい、ちょっとでかいハエ、はい、正解は自分もあります、バイクレーサーの音にしてました、あバイクレーサー、ミニバイクじゃない、うんうん、あわかる、でもハエだわ、タンゴさんからシェーバーってシェーバー確かになるほどね、うん、はい、正解は、まあ、カメラドローンというか自動空撮システムです、うん、でメーカーさんも呼んでるんで、はいはい、まあ、ドローンね、いわゆる、うん、知ってる知ってるなるほど、はい、ということでございます、面白いね、で、皆さんいかがでしたでしょうか、本当はね、うん、もうちょっとこういろいろネタ増やしたかったんだけど、他にも撮ってるやつがあったからさ、うんうん、例えば風な基地の、まあ、リスナーさんが知ってるやつで言えば多分 F22 とか、うん、F16 とか、いいんじゃない、少しずつ出していけばいいじゃん、こう飛行機だけじゃなくてその間に飛行機みたいな音も入れながらみたいな、あ確かに、ね、バイクの音出してみたい、結構バイクの音聞いててあれオスプレイ来たかなっていう感じがすることある、頑張れば口でもできるからさ、練習してさ、なんかね、なんかそういうモノマネできる人じゃない、飛行機の音のモノマネできる人いると思うけど、うん、頑張ればできんじゃん自分たちでも、嫌だよ別にここでやるって話じゃなくて収録すればいいじゃん、それあ、いやいや、そうじゃなくてから、いやだから それが多分できないから、分からんよ、うん、ね、できるかも、あケインさんから次回は B737 とダッシュ8の音もいたしくですってことで、うん、まあ、それは確かにね、今回全くなかったから漏れてたからね、うん、で本当はA320 とかっていうのも収録あったんだけどちょっと間に合わなくて、うん、ああということですね、はい、本当皆さんいかがでしたでしょうか、でも、うん、なんか本職さんが来てたのはねあ先生が来てた、カメヌさんっていうのかな、冷戦のお泊まりできるってあるの、まマシューさん、ハーレーとチヌークの音判別できません、でマコチさんからも、オスプレイとバイクの音どっちでしょうみたいな、それもあるかね、うんうんうん、FI さんが戦車の音も加えました、誰か動画送ってきてそれ採用しますので、口真似、ね、まあね、でもね、なんかねいい音があったら、はい、ぜひ送ってください、あでも戦車の音加えるってもいいかもね、戦車の音、うん、でもあれもしかしたら飛行機っぽい、音だけ聞いたらやっぱりね、よくわからないし、うんうん、そうだね、ということですね、うん、はい、というわけで、まあ、残り3分となりましたけど、はい、うん、なんか意外とどうにかなったというか面白かったというか、うんうんうん、やっぱあれだけ音用意してたら意外と時間経つなみたいな感じですね、うん、半月さん、なぜエンジンは音があるのって動くから空軍一郎さん、郵便バイクでもってあ、アルファインケインさん、エンジン音だけだったら僕間からも出題、あーいけるかもしれませんね、あそうですね、確かにFI さん、戦車だと道民の僕有利って、北海道ね、あっちは戦車が多いからさうんうん、うん、沖縄だとまずないから、ないね、絶対一個もないじゃん、うん、ない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 な、ですね、はい、そんなこんなんでまた、まあ、来週というか来週はですね、来週、いつだったかな、7月22日か、22日は、今回ちょっとお休みを、しますので、でまた再来週、そうなんだって、この間言ったじゃん、あれ私自衛隊のサマー、航空自衛隊のサマーフェスタ行くよって知ってるよなんだこの人なんだこの人なんか今日そんな気分、エコーが入ってた、はいということで、すみません、来週はですね、ちょっとエコ入ってるっつーの入れてるっつーの航空自衛隊の、サマーフェスタの方にちょっと、みんなで、行ってきますので、はい、あと放送はお休みしますね、本当は収録とかしようかなと思ったけど、うん、やっぱ個人的に収録が肌に合わないんで、映せばいいじゃん、なんか音だけ、いやだからその録音して流すっていうのが嫌なの、あラジオは生が
ちょっと流せばいいじゃん。ちょっと、ね、合間にそう、そう。ということで、エコーがかかってるんだって。だからわざとだって。はい、ということです。乗れって。え？違うよ。ゆうじろさん全然乗らんじゃん。はい、お願いします。ということで、ね、はい、どうぞ。今週も FM ギノワ飛行機アイランドをお聞きいただきありがとうございました。この後22時からは DJ マシャワールドです。引き続き FM ギノワをお聞きください。この番組は空撮をもっと身近に、かりゆしエア、航空ファンが集まるお店、那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りしました。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。あと30秒あるからちょっと宣伝しとこうかね。ですね、来月の8月5日の、うん、金曜日の、うん、お昼13時から、お昼13時、うん、13時から、はい、ですね、かりゆしエア主催で、はい、ドローンに関するセミナーと、フライト体験会をやりますので、はい、うん、はい、県内の方とかでドローンに興味ある方、うん、ぜひ、来てください。うん、まあ、ドローンの基礎知識とか、うん、まあ、今後どういったことに使えるのかとかやりますので、うんうんうん、8月5日は、はい、沖縄県総合運動公園へよろしくお願いします。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、おやすみなさい。お疲れ様でした。というカリ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 、たまたまさん初めて来ました。